五族の一覧は世界の語族の一覧である。語族は諸言語に共通性を見出し、祖語があるのではとの意識が学級的同期に発展して成立した分類体系であり、比較言語学の方法によって同系統と証明された言語群の最上位のグループ名である。語族は歴史学、民族学などにおいて民族集団の分類に用いられることが多く、それぞれの 語族に基づき、人、形民族、族などと表現される。次節以降では、自然言語の語族の一覧を掲載する。は、比較言語学の記号で、記号が付属している言語は、現在の主語を意味する。自然言語以外は、その他都市、リンク先等を参照のこと。アフリカの語族の分布、アフロアジア語族の分布。代々、セム語派、赤。 ベルベル語派、水色、クシ語派、黄緑、オモゴ派、濃い緑、チャド諸語西部、イン王語族の分布、コーカサス諸語北部、ウラル語族、ユカギール語の分布、チュルク語族、モンゴル語族、ツングース語族、東部、シナチベット語族の、分布ズクラダイ族の分布ズ、分布ズ大イダイ、モン語派、緑、ミエン語派、オーストロアジア語族の分布南部、ドラビガ語族の分布、オーストロネシア語族の分布、 パプア諸語の文布、オーストラリア諸語の語族、ニュルニュラン語族、ボロラン語族、ブナバン語族、ジェラガン語族、マーンディ・デイリー語族、ワギマン語、オーデマン語、ティウィゴ、ダーウィン・レギオン、イワイジャン語族、ギインビエゴアーネム、ガラワン、および、タンキッチ・パマ・ニュンガン語族、北アメリカの先住民の、言語の文布、メキシコの先住民の言語の、文布、南アメリカの先住民の言語の文布、第語族仮説や提唱中の語族の一覧、 従来は、語族の介護派とされるが、系統関係はなく独立した、語族に分離すべきだとする説があるもの。データ不足等の理由で、他の言語との比較研究がほとんど行われておらず、分類されていないの言語を未分類言語という。未分類言語のほとんどは消滅したか、消滅の危機に瀕している。ピジンクレオール言語異なる言語同士が接触し、 意思疎通を目的として生まれた言語。混合言語異なる言語同士が接触し、双方の特徴を保ったまま複雑に混合した言語。手話は自然言語であるが、視覚言語でもある。また、老教育の国際的伝播と、その後の国ごとの独自の発展の経緯によって、ある程度語彙に共通性を持つ語族を形成する。なお、手話にも、 人工言語が存在する。所属言語が一語のみの語族。しかしこれには、言語以外の宗教など、文化的側面や、地域や、時間的経過、その他の要素による、集団分類を適用できることから、通詞的に適用できる概念ではないことには、注意を要する。イタリック語派に属する人々を、イタリック人と、歴史的に呼ぶことはない。また、 ここから派生したラテン語のみを話す。語族は現存せず、ラテン人は使われない。バチカンは、ラテン語を公用語としているがこれは、公文書での使用に限られ、会話などで、ラテン語のみを使用するわけではない。ABCDEFGHI、講座言語第六巻世界の言語、北村はじめ編、青木春浦教著ありがとうございます。